アップファブリックはマイクロソフトのクラウドプラットフォームにおけるミドルウェアサービス群である。2009年のプロフェッショナルデベロッパーコンファレンスで発表され評価期間を経て2010年4月9日に商用サービスを開始した。なお、2012年5月に Windows Azure のサービス名の変更、統廃合が行われ、現在は Windows Azure App Fabric の名称は使われていない。 Windows Azure App Fabric は Microsoft のデータセンターにあるクラウド上のミドルウェアサービス群である。Windows Azure App Fabric はクラウドやオンプレミスを問わずアプリケーション間の連携を行う各種サービスが提供されており、利用者は目的に応じて必要な機能を有効化し利用することができる。アプリケーション間連携等には、 標準的な仕様に基づき実装されており、テストやソープ、アトム、アッテンブといったオープンプロトコルや標準プロトコルが利用できる。また、サービスの利用にあたっては、ネットフレームワークや Java、Ruby 等のプログラミング言語や実行環境に依存しない。商用サービスは2010年4月9日より開始された。Windows Azure App Fabric には大きく以下のサービスが提供されている。 サービスバスは様々なメッセージングパターンを使用してセキュリティを確保したままアプリケーション間通信を行うサービスを提供する。サービスバスを使用することでファイアウォール等により外部からの接続が制限されているオンプレミス環境下のアプリケーションと双方向の通信をサービスバス経由で行うことができる。主にアプリケーション間のリレー接続や 双方向メッセージング等を実現するために利用される。アクセスコントロールはクレームベースのセキュリティモデルとアクセスコントロールを実現するためのクレームベースのアイデンティティモデルを提供する。2011年4月8日に大幅に機能がアップデートされ、OS2.0 対応など多くの拡張がなされた。キャッシンは分散型インメモリキャッシュをサービスとして提供する。 アプリケーションの出力キャッシュやセッションデータ等様々なデータを格納することができる。一般的な用途としてはアプリケーションのパフォーマンスやスケーラビリティの向上を目的として利用される。またキャッシーのベースとなるテクノロジーは Windows Server App Fabric の分散型インメモリキャッシュとなっており一部 API に制限があるものの同様に扱うことができる。 キャッシンは2011年4月28日に正式リリースされた。Windows Azure App Fabric Labs は開発段階の多数の機能について開発者やコミュニティからフィードバックを受け取ることを目的としたクラウド上の開発環境である。正式リリースされた商用の Windows Azure App Fabric とは異なり、Windows Azure App Fabric Labs は無償となっている。 また SLA は適用されない。Windows Server App Fabric は Windows Azure App Fabric にある一部機能のベースとなっているオンプレミス型のミドルウェアサービス群である。Windows Server App Fabric では分散型インメモリキャッシング、Windows Workflow Foundation と Windows Communication Foundation を使用したサービスの分散配置や永続性を伴うワークフローを利用することができる。ありがとうございます。